なんか今日は天気はずなのに雨が降りそう。というわけでおはようございます。なんかね、先週末からね、一応ね、通常モードで動き始めたねと。やっぱまだね、体力がないせいかね、週末ね、ちょっとね、寝込んでしまったんですけれども、まあ今日もね、そんな感じでのんびりとね、動画作っていければいいかなと。やっぱりね、思った以上に、ね、体力落ちてますね。まあ、そんなわけで今日もなんかネタがあるわけじゃないんですけれども、なんか軽く雑談していければいいかなと思います。で、今日ね、確かね、大阪ではね、レッチリのコンサートなんですよね。僕もね、実はチケットの、ね、争奪戦には参加したんですけれども、取れなくて、ちょうどね、20年ぐらい前かな、2002年大阪も東京もね、いずれも見に行ったんでね、ちょっと20年ぶりぐらいに行きたかったんですけれども、もう全然チケット取れませんでしたね。で、まあカメラ界隈で言うと、パナソニックのね、ルミックスの S5 Mark II が発売されて、先日ね、ヨドバシに行ったところ、在庫ね、まだありますっていう風な感じでしたね。はい。ただ、だいぶこう少なくなっているみたいで、多分今月中にもなくなりそうですっていう風な話だったんでね。というわけで、今日もちょっとこうカメラ関係のね、雑談してみようかなと思います。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということでね、今日もね、あまりこうネタっていうネタはないんですけれども、やっぱりね、ネタはなくてもね、動画作っておかないとね、なかなかね、こうペースがね、作れないというか、今ね、結構ね、本当体調的にもこうだいぶ戻ってきて、まあ、仕事の量とかっていうのもね、あんまりこう変わってないんで、以前ね、毎日ね、動画を作っていた時とそんなにね、状況ってね、実は変わってないんですけれども、それでもね、やっぱりね、なんかちょっと厳しいんですよね。毎日動画作っていくっていうのが、やっぱりここのところずっと休んでたってこともあって、まあ、なのでね、ちょっとネタはなくとも動画は作らなきゃということと、で、あとね、明日明後日とね、ちょっとね、動画作れるかどうか怪しいっていうことで、ちょっと今日はね、無理にでもね、一本動画をねじ込んでおこうということで、ちょっとね、カメラ関係のね、ニュースとかっていうのをまとめたいんですけれども、それはそうと、今日ね、昼ね、結構僕にとってこうショッキングなニュースというか、松本零士さんがね、亡くなられたということで、僕本当ね、銀河鉄道999が大好きで、体調崩した時もね、実はね、漫画読んでたんですよ。そういうこともあってね、今日昼間ニュース見てたら、トレンドワードでね、セクサロイドっていうのが出てきていて、あれなんだろうと思って、それ見てみると、松本零士さんが亡くなられたっていうことでね、松本零士さんのね、代表作ね、いろいろあるんだけれども、その中でこう、セクサロイドがね、セクサロイドって松本零士さんの移植作で、青年漫画に書かれていた漫画なんですけれども、それがね、こうトレンドになっていてね、最近なんか本当、僕が子供の頃にね、こう、偉い大人だった人たちが、どんどんこう亡くなられている感じでね、ちょっとこう寂しいところではあるんですけれども、ただまあ巷ではね、もうじきの CP プラスが始まるということで、結構こうカメラ関係のニュースっていうのも豊富だし、で、あとね、僕ね、本当ね、全然ね、ここのところね、カメラニュースチェックしてなかったっていうこともあって、そういった点をこうちょっとね、軽くこうまとめようと思うんですけれども、まず最初にね、結構お得ニュースとして、これCP プラスとはね、関係ないかなとは思うんですけれども、2月20日の月曜日から3月6日の月曜日まで、ホーリーランドの10周年記念キャンペーンっていうのをやっていて、対象商品っていうのが結構ね、ガンとこう割引されてるんですね。で、以前ね、このチャンネルでも紹介したこのラークの M1、 これなんかもね、 25% オフっていうことで、普段よりね、こうかなりね、お求めやすくなっているんで、もしね、気になる方はこの機会にゲットするのもありなんじゃないのかなと思います。で、CP プラス関連の目玉商品っていうのはもうほとんどね、発表だとかっていうのが済んでいて、それこそパナソニックの場合はルミックスの S5 Mark II と、あとどうなんでしょうね、 S5 Mark IIX なんかも CP プラス実機展示されるんでしょうかね。その辺も結構こう気になりますし、で、あとキャノンなんかもね、 EOS R8 ね、これキャノンのエントリー向けフルサイズミラーレスカメラということで、これね、ボディが約 461g ってこうかなり小型なんですけれども、エントリー向けでありながら価格が約26万円ということでね、これやっぱりフルサイズっていうのはね、どんどんと値段が高くなっていくんだなっていうことで、ソニーもここのところずっと値上げしてますけれども、特にこう α7S3 なんかは発売時期と比べるともうだいぶ値段も上がっているっていうことなんでね、やっぱりこの辺なんかこうフルサイズのこうベースとなる値段っていうのがもう結構こう25万円とかっていうのをこう超えるような感じになっているのかなというふうな感じで、もうさすがにここまでいくと僕はなかなかこうフルサイズのねカメラに手出せないのかなっていうふうな感じもするんですけれどもね、この辺もCP プラスで実機展示っていうのが多分あると思うんでね、ただやっぱり動画とか見てみるとね、 R8 はもうかなりこう小さいんでね、あれは小ささっていうのは確かに魅力かなと。で、しかも
オートフォーカスの精度っていうのはかなり高いみたいなんでね、まあ手ブレ補正っていうのがねちょっとどうなのかっていうのが気になるところではあるんですけれども、この辺もこう CD プラスに行かれる方っていうのはちょっとこうチェックしていただきたいなと。やっぱりこう CD プラスのいいところって各社いろんなねカメラだとかアクセサリーとかっていうのが体験できるっていうのがよくて、僕もね以前ね東京にいた時はよく行ってたんですけれどもね、ここのところはまあ全然行けてなくて、でなんかね僕イメージとしてなんか CD プラスの時ってよく雪が降っているようなイメージがあるんですけれども、今回はこう23日からですか、天皇誕生日から開催されるということなんでね、東京にお住まいの方はぜひ行ってみてくださいと。であと現時点でまだ未発表の、まあ、CP プラスのネタとしてはね、シグマもこう3本ぐらいのコンテンポラリーレンズっていうのを、まあ、近々発表するっていう風な噂が流れていますし、であとタムロンもね、なんだったら今日明日ぐらいのね CP プラス直前にレンズっていうのを発表しそうだっていうことなんで、まあ、カメラ本体に関してのねサプライズっていうのはもうなさそうですけれども、まあ、レンズに関してねこの辺こう直前に発表されたものっていうのが、まあ、手に取れるかもしれないと。であと最後ね、これもね結構なんだろうニュース的には古いんですけれども、約こう10日ぐらい前のニュースでソニーアルファルーマーズに掲載されていたもので、ソニーが次のカメラとして発表するのは ZV シリーズのレンズ固定式フルサイズカメラになるのではないかというふうな噂が掲載されていました。次のねソニーのカメラっていうと α9-3 であったりだとか、あと α7C2 ね、この辺がこう期待されているところなんですけれども、どうやらなんかこのレンズ固定式のフルサイズの Vlog カメラになる可能性が高いっていうことで、ソニーはフルサイズのレンズ固定式のカメラではね RX1 シリーズっていうのがあったんですけれども、あれはもうこう完全になんだろう、こうリコーでいうところのね GR3 みたいな、そういったね立ち位置だったと思うんですけれども、それがもしかするとこう Vlog 的なカメラになるかもしれないということで、まあレンズ固定式っていう風になるとこう単焦点っていうことなん でしかもこう Vlog っていうことになると、まあ、やっぱりね 24mm よりも広くないと話にならないんで、まあ、そうするとこう 20mm のね超広角レンズとかっていうのが考えられているのかもしれないんですけれども、結構やっぱり 20mm の広角レンズって自撮りする分にはいいんですけれども、それ以外ではねやっぱり結構あれ用途っていうのが限られてくるんで、その辺やっぱりこう電子的なズーム機能とかっていうのも必要になると思いますし、であとやっぱりこう手ブレ補正ですよね。ソニーは結構この辺のこう Vlog カメラっていうことに関してはもうカメラ側でのね手ブレ補正っていうのは結構こう諦めているというか、ポスプロ段階でねカタリストブラウズっていうのを使って手ブレ補正してくださいみたいな流れなんですけれども、やっぱりねカタリストブラウズってかなり優秀なんですけれども、言ってもやっぱりこう手間がかかりますし、まあ、無料版だとねバッジ処理っていうのもできないっていうこともあって、やっぱりねこうカメラ側でね手ブレ補正っていうのはこれやっぱりね欲しいところなんでね、この辺もねどうなるのかっていうのは気になるところですね。この噂がね本当だとするとね、CP プラスのね期間中にね何かしらこうちょっとこう匂わせるようなねそういったこう情報っていうのが出てくる可能性もあると思うんで、この辺も含めてね CP プラス、まあ僕は現地に行けないですけれども、オンラインでこうチェックできればいいかなというふうに思っています。はい、というわけで、ね、ちょっとここのところこう雑談ネタが続いていますけれども、一応ねもうじきねちょっとねいろいろとね買ったものっていうのも届きそうなんで、その辺もねまたね紹介できればいいかなと思っています。というわけで今日はこの辺でおもかげでした。